皆さん、こんにちは。本日はいろいろな数列の演習問題をやっていきたいと思います。では早速こちらの問題を解いてみてください。3番です。まずはこの式、関係性わかんなかったら解差を取りましょう。1、2、3、4。ということで N になりますので、この数列の解差数列、第傾向は K とすることできそうですよね。 なので、n が2以上の時は、an というのはこういう形にすることできますので、はい、2かける2分の1の、はい、an の n-1 というふうにすることできますので、こんな感じで。ちゃんと1の時に2になるかなっていうのを確認してあげればオッケーですよね。はい、そうすると an こんな感じにすることができます。続いて2番。 はい、2番は、5、7、11、19、35。ということで、2、4、8、16、点点点。ということは、これって2の形状。ね、こんな感じにすることできそうですよね。なので、n が2以上の時というのは、はい、5プラス、はい、1から n-1 までの2の形状というふうにすることができます。で、この形を k-1 乗という形にすれば、等比数列。まあ、こういう形ができますので、えー、まあ、それ計算すると、2の n 乗プラス3というふうにすることができます。 で今回は n が1の時っていうのは、まあ、2たす3で5成立しますので an は2の n 乗プラス3というふうに答えることができます。続いて4番です。sn が 2n 次乗プラス 5n の時。はい。まずは n が1の時というのは a1 は s1 と一緒になりますので2たす5で7。 で次に、n が2以上の時どうなるかと言いますと、an。はい、A、sn から s の n-1、s に n-1 を代入したものを引き算しましょう。そうするとこんな感じですることできまして、こことこことことで消すことができる。そうすると残ったものは 4n プラス3とすることができます。今回 n が1の時成り立つかの確認をすると4、4たす3で7ということで成立しますので、全部まとめてあげて従って、an は 4n プラス3というふうに答えることができます。 はい。では2番です。2番、えー、sn が n 3乗 -1 ということで、はい、n が1のとき、はい、a1 s1 で1く1で0です。n が2乗のときどうなるかと言いますと、はい、sn から s の n-1 乗の引き算。はい、計算してあげると、消すとこ消してあげるとこんな感じです。3n 次乗 -3n プラス1。で、今回これは1のときどうなるかというふうに確認しますと、1ということで、0。はい、異なっているのは成立をしません。なので、a1 イコール0。 an イコール 3n 次乗マイナス 3n プラス 1n が2以上っていう風に分けて答えてあげれば OK です。続いて5番。<S, s イコール2かける4分の1プラス4かける6分の1プラス点点点ということですがこちら部分分数分解を使いましょう2と4ということなので今回差は2です。なので2分の1ということであとはこんな感じにすることができます。そしたら今回は最初と最後以外は全部消えますのではいこういった形にすることができます。 あとはこの式通分してあげてってやると1とマイナス1で消える。で、2、2n プラス2、2でくくってあげることによって4の n プラス1分の n というふうにすることができます。続いて2番。はい、2番は s がこういう,うになっている。こんな感じで、等差数列と等比数列が混ざっているパターンということなので、今回は3分の1。これが絡んでそうですよね。なので、この式全体を3分の1した式。これを考えてあげましょう。それぞれ1個ずつずらしています。 そうすると、引き算することによって、3分の 2s っていうのがこういう形にすることができます。そしたら、この部分に注目すると、初項1の公比3分の1、公数 n の等比数列ということわかりますので、はい、等比数列の公式使ってあげて、こんな感じにすることができます。で、あとはこれ、3分の2になりますので、まあ、それぞれ3倍してあげると良いでしょう。そうすると、はい、3分の 2s っていうのはこういう形にすることができます。 で今回は S を求めたいということなので、はい、3 2分の3で掛け算することによって、えー、こういう形にすることができます。で、あとはまあこんな感じで計算することができます。まあ、ここら辺に関しては結構まとめ方人それぞれですので、まあ、ちょっと変形してあっていれば大丈夫でしょう。今回はいろいろな数列の演習をやっていきました。数列の種類結構多いので、しっかりと一つ一つ押さえとくようにしてください。それではまた次回お会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。